市内の喫茶店をめぐる一宮モーニングスタンプラリーで対象店舗すべてを制覇した2人にマイスター賞が贈られました。一宮モーニングスタンプラリーとは、個性豊かな一宮のモーニングを食べ歩くことで喫茶店文化を体感してもらおうと毎年行われているイベントです。対象は市内の喫茶店およそ100店舗で、去年8月から10月までの3ヶ月間にわたり実施されました。この日は対象となるすべての喫茶店を巡った2人にマイスター賞が贈られました。受賞したのは市内在住の睦賀明憲さんと朝比奈恵美子さん。賞状のほか副賞としてコーヒーチケットが手渡され、受賞者は嬉しそうに受け取っていました。まず3度目の受賞おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか今のお気持ちは。そうですね、無事達成できたっていうやっぱほっとした感と、まあ、やっと今年のイベントが終わったなと。質、いかに美味しいモーニングを出してくれてるのかなとかですね、まあ、いかに凝ったモーニングを出してくれてるのかなっていうのをちょっと主にしながらですね、と活動をしていました。地域と比べて一宮のモーニングっていうのは。そうですね、まだ一宮の方がちょっと質が高いっていうか、まあ、ちょっと美味しいのが多いのかなっていう気はします。やっぱり計画は大事だなと仕事行く前に行くとしたらこの時間帯だから、こっから行けばこの道で行けば仕事に行けるからとか、今日ここに行こうと思うんだねっていうふうに LINE で流すと、友達行ける子たちが私も行くとかって言ってって感じで、モーニング会私すごい貢献しとるなと